はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー、令和5年度が終了しました先生方1年間お疲れ様でしたあきっと大変なこともあったんじゃないかなというふうに思います、えー、ここでしばらく休んでいただいていよいよ新年度の準備ということになりますはい、えー、それではですね視聴者の方からいただいたコメントを2つ紹介したいと思います、えー、3月に入ったら掲示はゼロにしました 学級解散パーティーの飾りをつけていますそれに合わせて教室内の窓の上や黒板の上もきれいにしました窓は外からホースを引いて水の力できれいにしましたレールもきれいです今週はコンテナを持ってきて私物を入れています、えー、学級の子どもたちにお願いすると自分の引っ越し荷物もどんどん片付いていきます作品集のイラストを描かせたり パーティーの準備をしたり、片付けをしたり、楽しく年度末を送っていますと。いやー、いいですね。羨ましいですね。年度末ってのはこうありたいですよね。えー、本当にね、こういうゆとりのある年度末を迎えることができればね、えー、子供たちもきっとね、落ち着いたね、学習態度で次年度を迎えることができると思いますね。 お楽しみ会成功したんじゃないかなというふうに思いますね楽しい思い出を持って次年度に行く素晴らしいことだと思いますそのためにではねどうするのかってことなんですけどもまた年度初めにお話しさせていただこうと思うんですけども授業は早めに進めましょう 力をを入れるるととととこころろ流すすす意識いいですもうね説明しなくてもわかるようなところはねくどくど言わずにポンポンポンと進めるそれがいいですねそれからつまずきそうなところはあらかじめいくつかに区切ってステップを踏みながら指導するとそのようにすればですね学期末年度末に余裕が生まれてくると思います。 なおですね、あのー、毎時間ごとのね、初、えー、めの挨拶だとか、終わりの挨拶だとか、たくさんの宿題だとか、必要じゃないものはやめていきましょう。う子供たち自身もね、えー、そういったもののために苦しむことになりますし、先生自身もね、自分の首を絞めることになります。ね、本当にシンプルにシンプルに子供たちに力がつく授業をね、心がけていただきたいと思います。もう一ついきます。 おかげさまで2年目の学級系を終えることができました。子どもたちも達成感でいっぱいの学級ができました。次年度も吉田先生や村野先生、水野先生のご指導を参考にして、より良い学級を作っていきたいと思います。まあ、こういうコメントをいただけると本当に嬉しいですね。 はい、えー、来年度もね、えー、先生方に役立つ具体的な内容を発信していきたいと思います。なおね、YouTube の動画が一方通行にならないように、えー、先生方からのコメントや質問、えー、それにもね、お答えする動画を作成していきたいと思います。えー、来年度もどうぞよろしくお願いいたします。